ハーバート・フーバー、ハーバート・クラーク・フーバー、1874年8月10日から1964年10月20日は、アメリカ合衆国の政治家、鉱山技術者、第31代大統領、第3代商務長官を歴任した、身長5フィート11.5インチ、約182センチメートル。フーバーは、アイオワ州、ベストブランチで、 クエーカー信者の一家に生まれた。幼くして、両親を亡くした後、オレゴン州ニューバーグに転居した。1885年夏、フーバーは11歳の時に、おば、ハンナの手製のごちそうの入ったバスケットを持ち、2枚の10セント硬貨を衣服に縫い込み、ユニオンパシフィックの列車に乗って、西のオレゴン州向かった。アメリカ大陸の反対側で彼を待ったのは、おじで医者であり、 教育長のジョンミン・ソーンだった。後にフーバーは彼を表面上は厳しいが、すべてのクエーカー信者同様にそこでは親切だったと回想した。フーバーはオレゴンでの六年間で独立独行を覚えた。フーバー曰く私の少年時代の希望は誰の支援もなしで、いかなる場所でも自分の生計を立てることだった。叔父のオレゴンランドカンパニーの使い走りとして彼は、 簿記とタイピングをマスターし、夜にはビジネススクールに通った。学校教師ジェーン・グレイのおかげで、彼はチャールズ・ディケンズとウォルター・スコットの小説に夢中になった。デイビッド・コッパフィールド、世の中を基地で切り抜けていくコジノは、生涯のお気に入りだった。1891年秋に、カリフォルニア州パロアルトのスタンフォード大学に入学する。在学中、野球チームや、 フットボールチームの運営、クリーニング屋や,や、講義中開業の経営などで注目を集めた。キャンパスの上流階級機質に反して、あまり裕福でない経歴を持つフーバーであったが、他の生徒に押される形で彼自身何の知識もない、学生自治会の会計係に選出され、2000ドルに及ぶ自治会の負債を拭い去ることに成功した。フーバーは、地質学を専攻して、 ジョン・キャスパー・ブラネル教授の下で勉強をした。ブラネル教授は彼のために夏休みのアイダー・アカン・ソー州のザーク山脈で地形の地図を作る仕事を与えた。彼は同じ研究室にいた後に妻となる銀行家の娘であるルー・ルイーザ・ヘンリーとそこで出会い、1899年に結婚し、二人の息子、長男・ハーバート、1903年から1969年、 次男アラン、1907年から1993年を設けている。二人ともスタンフォード大学を卒業している。1895年5月、フーバーに知識と職業、妻を与えてくれたスタンフォード大学を卒業し、とりわけスタンフォードはアメリカ西部の身寄りのない人にとって家族代わりとなるに、ふさわしい場となと言われた。卒業後、フーバーは、 オーストラリアの鉱山で鉱山技師として働き始め、その後にシンで鉱山の開発に従事した。1900年6月には天津疎開でギーワ団によって1ヶ月もの間包囲され攻撃を受けている。妻が事前施設で働いている時、彼はバリケードの建設を指揮し、ある時は中国の子供を命がけで救っている。 1907年から1912年にかけて、フーバーとルーは1556年出版という最も古くに印刷された技術的な論文の一つで、あるゲオルク・アグリコラの論文を翻訳をし、この翻訳はアグリコラの論文では最も信頼される英語翻訳となっている。ヘンリー・カボット・ロッジと他の上院の共和党員の反対にもかかわらず、フーバーは 聖務長官在任中の1921年、ロシア革命後の混乱により、基金で苦しんでいるソ連や、大戦後のドイツの人々に家庭支援を提供した。その結果、評論家が共産主義ロシアを助けていなかったかどうか問い合わせた。起、フーバーは2000万の人が飢えている。彼らの政治が何であっても彼らを食べさせるべきであると反論した。ニューヨークタイムズは、 10人の最も重要な生きているアメリカ人にフーバーを選んだ。前年の選挙でどの鍋にも鳥一羽をどのガレージにも車2だよというスローガンを掲げて圧勝したフーバーは1929年3月4日に行われた就任式の大統領就任演説で今日我々アメリカ人はどの国の歴史にも見られなかったほど貧困に対する 最終的勝利日に近づいていると語った。しかし、その見通しは甘すぎた。すでに陰りが見えていたアメリカ経済は10月の世界恐慌で未曾有の大不況に突入、フーバーは振り回されることになってしまう。彼は不況はしばらくすれば元の景気に回復するという古典派経済学の姿勢を貫き、国内においては政府による経済介入を 最小限に抑える政策を継続した。その一方で、対外的には、スムートイコール法理法の下で保護貿易政策を取った。このことは、世界強行を深刻にさせた一因とも指摘される。強行脱出に向けての道筋が見出せない中、フーバーが発表した政策として、有名なものが、第一次世界大戦で、英仏に融資した戦災の返済を1年間猶予する。 フーバーモラトリアムである。彼はこの政策を実行すればその1年間の間に景気は回復するだろうと考えており、時代の大統領フランクリン・ルーズベルトが公約を保護にしたニューディール政策で民間経済にも積極的に返したのに対し、フーバーは政府や国家レベルでの対策しか講じなかった。これが結果として景気をさらに悪化させることになってしまう。 しかゴのギャングアルカポネの逮捕については、精力的であったものの、一方で、ボーナスアーミーと呼ばれた、退役軍人の恩給支払い要求でもの鎮圧を、陸軍参謀総長、ダグラス・マッカーサーに指示したが、越検され強力な弾圧を加えてしまい、大統領の管理能力を問われた。結局フーバーは、世界恐慌に対して、有効な政策が取れず、赤十字田のみとなり、 1932年の大統領選挙で対立候補の民主党フランクリン・ルーズベルト第32代大,大統領に40州以上で敗北する歴史大敗を起死した。1933年の任期満了をもって大統領職を退き政界から引退した。なお在任期間中の1931年3月3日にフーバーは正常期を アメリカ合衆国の国家として正式採用する法案に署名した。第28代大統領ウッドロー・ウィルソンの下で食料庁長官、第29代大統領ボレン・ハーディングと第30代大統領カルビン・クーリッチの下で商務長官、1921年から1929年を務めたフーバーは主要閣僚でない閣僚を経験して、 大統領の座に就いた数は海大統領である。フーバーは退任後、スタンフォード大学にフーバー研究所を創設している。1932年の大統領選挙で自身に対象し、公認として大統領に就任したルーズベルトが行ったニューディール政策を批判し、国家主義傾向に対する警告を発した。その懸念を自由への挑戦を表し、 アメリカ従来持ってきた自由主義に敵対するファシズム、共産主義、社会主義について語っている。1938年にフーバーはヨーロッパ各地を訪れ、アドルフ・ヒトラーをはじめとする多くの国家元首と会談した。1940年にフーバーはフィラデルフィアで行われた共和党大会で講演を行ったドルー・ピアソンを含む 多数のリポーターはフーバーが自身を大統領候補として考えていると報じた。フーバーはヒトラーのヨーロッパにおける勝利は確実で、アメリカが必要とする大統領はヒトラーと取引ができ、彼を阻害しない大統領であると語った。このことはチャールズ・ピーターズのフィラデルフィアでの5日間で承述される。フーバーはアメリカは自国の防衛に当たるべきだとイギリスへの軍事援助。 レンドリースプログラムに強く反対した。真珠湾攻撃の際は参戦に賛成した。フーバーはチャーチルとルーズベルトがスターリンを連合軍側に引き入れたことは、スターリンが共産主義を広める手助けになったと批判。スターリンはヒットラーと同じろくでなしで、彼ら二人同士を戦わせておけばよかったという意味のことを著書、裏切られた自由で述べている。フーバーは後に、 GHQ 司令官を解任されたダグラス・マッカーサーが解任司令の後もアメリカへの帰国を渋った際、アメリカで支持の声が冷めのうちに帰国するようにとアドバイスしてる。この時、結局マッカーサーは解任司令から5日後に日本を離れているが、マッカーサーはこの時が州国大統領になることを目指しており、それでフーバーのアドバイスに従ったと思われる。戦後、 第33代大統領ハリー・エストルーマンは占領国の食糧状況を視察させるためフーバーを日本やドイツに派遣した。1946年5月に占領下の日本を視察したフーバーは東京で連合国軍総司令部のマッカーサーと会談した。その際フーバーはマッカーサーに対し第32代大統領ルーズベルトを指して太平洋戦争は 対独戦に参戦する口実を欲しがっていた狂気の男の願望だったと指摘した。開戦前の1941年7月に行われた在米日本資産の凍結などの経済制裁については対独戦に参戦するため日本を破滅的な戦争に引きずり込もうとしたものだと語った。日本の食料事情に関しては食料の輸入がなければ 日本国民に必要な食料の数量は、ドイツの強制収容所並からそれ、以下になるだろうとし、食料援助をマッカーサーなどに進言した。その結果援助された物資は、ガリオア資金で買い付けられたので、ガリオア物資と呼ばれいる。また、対日政策についても連合国軍総司令部に助言している。1946年から1947年に、 かけての冬にはドイツに派遣されたフーバー施節団。フーバーはヘルマン・ゲーリングが使用した古い専用列車で西部ドイツ内を視察し、アメリカの占領政策に対して批判的な多くの報告書を作成し、ドイツ経済は100年間で最低のレベルに沈んだと語った。冷戦が激しくなるとフーバーは以前強く支持したアメリカフレンド誌委員会への支援を保留した。 1947年にトルマンは行政部再編成委員会の委員にフーバーを任命し議長に選出された。この委員会は後にフーバー委員会として知られるようになった。1953年には第34代大統領ドワイト D ・アイゼンハワーが同様の委員会の議長に任命した。二つの委員会は多くの非効率で不要なものを削減した。フーバーは 大統領退任から31年7ヶ月後の1964年10月20日の午前11時35分にニューヨークにて90歳で死去した。なお、彼は妻よりも20年長く生きた。その時点で歴代大統領中で退任後最も長生きし、退任後の諸活動により没するまでに自らのパブリックイメージを改善することができた。フーバーは妻と共に アイオワ州、ウェストブランチのハーバート・フーバー大統領図書館に埋葬された。フーバーの葬儀は国葬として行われ、前年のジョン・カイ・ケネディ、同年のダグラス・マッカーサーに続き行われた。大恐慌の時に有効な手を打てなかったので、大統領としての評価は低い。だが、自身が大統領になる前に、ウィルソン、ハーディング、クーリッチの下で閣僚として働き、 第二次世界大戦後は、トルーマン、アイゼンハワーの下で働いた。また1962年のキューバ危機では、当時生存していた3人の元大統領の一人として、ケネリ大統領の状況説明会に参加している。ルーズベルト政権には参加こそしなかったが、ルーズベルトもフー,ウーバーが大統領になる前、彼の下なら喜んで働きたいと発言したほどである。こうしてみると、 歴代大統領は揃って、フーバーを高く評価していたことがわかる。彼は、技師、経営者として、非常に優秀であった。もし大統領時代に大強行に、直面していなかったら、あるいは有効な手を打てていたら、大統領として高い評価を得ていた可能性も、皆無ではない。一般的に、世界強行の時に何もしなかった大統領の、イメージがあるが、それは間違いで、 鉄道公舎の救済や失業者に無償で資金を出すなど様々な対策を行っていた。第39代大統領ジェミー・カーターの著書によると、フーバーはフライフィッシングを趣味にしていたとのことである。フーバーはコロンビア大学からトーマス・エジソンと並んでアメリカ史上二人の偉大な技術者として表彰されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。